はい、どうもこんにちは。いや、風がきつくてさ、めちゃくちゃ自転車倒れてた。寒すぎて、やっぱり手袋しないともう無理ですね。チャリ乗ってたらほんま、やられてしまいます。さて、Apple Watch、どうするかっていうとこですね。面白いですよね。Apple Watch シリーズ9と Ultra 2の販売が、これ米国内だけで販売停止してるんですか？ということで。原因が、これが、訴えたのがマシモで、血中酸素センサーか。ここに対して、ちょっと進化してるよっていうことで、訴えが認められた状態で、アメリカの国際貿易委員会がアップルのマシモの特許を侵害していると判断して、対象製品の販売停止を指示したと。まあ、せっかくクリスマスシーズンということやのに、まあ、ここをやられてしまったっていうことですよね。なんか全体の収益的にはどうなるんですかね。まあでも厳しいですよね。まあ結論から言うと、マシモっていうのがこれ医療機器メーカーらしいんですけれども、でそもそも、まあ権利侵害っていうことで、まあ医療分野はね、まだまだ時間かかるんですけど、アップルどうしても欲しい部分やから。まあ結論から言うと、まあ絶対なんとかせなあかん。絶対なんとかせなあかん分野やからね。これないと正直アップルウォッチ作る意味ないんですよね。ぶっちゃけ。だってアップルウォッチそんな売れないもん。別にアップルウォッチってみんな iPhone と同じぐらい持ってね、普及するかって言ったらそうじゃないじゃないですか。なんでアップルウォッチをかたくなに進めていくかって言ったら、やっぱ一番莫大な利益があるところは医療系ですよね。アップルのこの今までのいろんな事業との訴訟っていうのは、まああるんですけども、大きいもので言うと、まあちょっと前やってるクアルコムですよね。5G モデルで訴訟してましたね。もともとクアルコムに支払う金額が高すぎるって言ったんじゃなかったかな。で、まあ、クアルコム側は、まあ、ちゃんと支払いしてくれないということで、結構争ってたんですね。まあ、いわゆるクアルコムに対しての値下げ交渉が中心だったのかな。で、結果的には、まあ、5G の争いで中国のファーウェイが出てきたから、まあ、このままじゃ、負けてしまうということで、最終的にクアルコムと、仲良くしたっていう感じで落ち着いています。とにかく、まあ、値下げ交渉とか、その権利の獲得をするために、その、アメリカの企業っていうのは、ビジネスの一環として、戦略として訴訟するので、まあ日本人の感覚からなんか騒ぐ感じとはちょっともうちょっと、まあまああるよね、まあやるよねみたいな感じなのかなって、したたかさというか文化の違いなのかなと思ったりしますけどね、ここは。一番巻き込まれるのはユーザーということで、まあこれによって端末が手に入らなかったりとかね、逆に手に入れてしまった人からすると、おいおい大丈夫かよみたいな感じですよね。クアルコムの訴訟よりももっと最近のもので言うと、エピックゲームズがありますよね。フォートナイトですね。で、あれが結果どうなったのかっていうと、アップルが大勝利したっていう、なんか声明が出てましたね。まあ全部に関して、ただ勝利っていう感じではないんですよ。で、その後に Google も同じような訴訟が、エピックにされて、実は Google は負けました。なんかアップルが勝ってさ、Google が混ぜたみたいな感じに、面白い感じになってさ。同じ訴訟じゃないの？同じ 30% が高すぎるっていう訴訟じゃないのってみたいな感じだって言うけど、なんでこんな違いが出るのっていう感じでニュースになってました。なんでこのEpic Gamesとの戦いに Apple は勝利して Google が混ぜたのかっていうことに関してちょっと興味あったから、調べてみたんですけど、Epic Gamesの CEO であるティム・スウィニー氏は、Google が Spotify や Netflix などの一部のアプリメーカーと秘密協定を交わしていたことを訴えました。で、これがなんか、すごく判決に不利に響いたんじゃないかっていうところと、また Google がその秘密協定に関する会話記録を削除しようとしたという疑惑も浮上して、これが裁判において Google に不利な要素となったらしいです。で、Google だけが負けてしまったっていうね、もう一個理由があって、いわゆるその、Play Store 以外の販売に関して、まあ、今回エピックゲームズが問題にアップルに怒られたのは自分のプラットフォームで販売したんですよね。まあ、コンテンツを売ろうとして、で、まあアップストアに載せると 30% 取られるから自分のプラットフォームで販売するっていう感じで怒られたという感じやね。で、アップルはそれをやめろって言って、まあ喧嘩になったっていう感じなんですけど、このアップルとグーグルのこの双方のアプローチにはちょっと違いがあって、アップルは iOS でのアプリのサイドローディングを認めてない。いわゆるそのiOS で使うアプリやったら、お前らここで販売しろっていう感じで、App Store で絶対に売らなあかんっていう風に言ってたんやけど、つまりiOS で Fortnite やろうと思うと、必ず App Store から購入する必要があるんですよね。でも一方で Google の場合は、このサードパーティーのプラットフォームから購入することは認めてるんですよね。うん。まあ、ストアを使ったら、経由したらお金取られるけども、経由しなかったら大丈夫だよっていう感じにやってたんだよね。
で、これはまあ裁判においてちょっと影響を与えた可能性があるっていうらしいです。で、このエピックゲームズの訴訟に対して、このアップル完全勝利みたいな感じで言ってんねんけど、これ完全勝利じゃないんですよ。すごい重要な、この外部の場所でコンテンツを売るっていうことに関しては、実は、これアップルさんそれ縛ったらあかんっていうふうに、裁判所司法から言われてるんですよね。主たるその 30% のロイヤリティが高すぎるから値下げしてくれよっていうエピックゲームズさんの訴えに関しては退けられたんですけど、エピックゲームズさんが、他のところで、販売するような行為ですね、これはまあ認められるんじゃないかっていうところで、結局まあエピックゲームズの方も、ある程度目的を達成するんじゃないかっていうことらしいですね。なしか 30% 高いってとも、それは仕方ないなっていうことで、ね、でも最近ソニーもだから 30% のやつで訴訟されたんかな。だからあれもまあ過去の判例とかをアメリカもね、州ごとに違うからどうなんねやろうな。まあ日本の感覚で言うと過去の判例を反映させるから 30% のロイヤリティはさすがに勝利するんじゃないかなと思いますけど。ということで最近のまあ訴訟で言うと、初めてクアルコムの 5G モデルと、あとエピックゲームズのアプリの 30% ね。これがまあかなり問題になったということで。で、今回はアップルもまた訴えられた方ですよね。で、マシモさんが持っている血中酸素モニタリング機能、これがあかんということで、すごいかなりね、厳しい要求らしいですね。なんか機能をオフにするから許してよってアップルは提案してるけども、まあそれもダメやっていう感じらしいです。なんか悪いとか絶対に、無理やりオフにした機能もオンにするように改造したりとかしますから。で、アップルウォッチの、目的、やっぱり、このどうしてもこの医療の分野に入っていかないと、意味がない、将来性がないガジェットなんかなと思うんですけどね。そもそも、アップルウォッチっていうけど、時計。時計は機能性的にはいらんし、あとアップルウォッチでできるものって別に他の端末でもできるじゃないですか。で、いろんな分野考えたら、例えば Mac はクリエイティブ作業します。iPhone はもちろん今生活必需品。プラス、ゲームのプラットフォームとしてすごく参入しやすい、ユーザーがね、プレイしやすいね、環境を整えていくということで、いろんな分野、ほんまに、クリエイティブ作業とかゲームとか、金稼げる市場をそれぞれ、いろんな端末が違う形で担ってるっていうことやね。ちょっと分からんようなポジションにおるのが iPad みたいな。正直、ぶっちゃけね、そんな感じです。うん。で、市場を、がっつりそのあたり、クリエイティブ作業ゲームで取っていって、そして3つ目の大きい市場が、やっぱり、医療。これはバカでかいと思いますね。ゲーム市場もバカでかいんやけど、医療はバカでかいです。だって税金投入されてますからね。日本人の払っている国民保険ですね。こういったものが税金投入されて、日本でもしね、この Apple Watch を使ってね、お年寄りいっぱいいますから、日本はかなり狙われてるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃやばいと思いますよ。それぞれの端末が美味しい分野で金を稼いでいくっていう感じじゃないですか。そうすると、やっぱりこの医療として、今回血中酸素のモニタリングと、あと最終目標はブドウ糖ですよね。なんでかっていうと、ブドウ糖のモニタリングができれば、これ国民の問題、特にアメリカでめちゃくちゃ問題になってる肥満から、かなり発生しやすくなる、糖尿病ですね。糖尿病の市場っていうのがめちゃくちゃでかいので、糖尿病に対してのその検知デバイスとしてね、モニタリングデバイスとして使うことができれば莫大な利益になるので、この Apple Watch は結構地味な端末にな感じじゃないですか。 iPhone と Mac に比べて。でも将来性で言うと、今は iPhone ももちろんゲームでかなり将来性はあるけど、ここはもう確立してるところやからね。あとはライバル Steam Deck とかそういうところと、ね、Nintendo とかと取り合うとこやねんけど、この医療に関してはそのガジェット系が得意となってないとこじゃないですか。 Android スマホとかも、ね、Windows とかも Google とかもできてないとこやから、ここを取れば一番すごいんじゃないかなと。将来性で見ると、もしかしたらこれ、しかもこの医療っていうのは各ちゃんとした先進国は税金投入してるから、そこの国で展開することができればやばいですよねめちゃくちゃやばいじゃないですか。ということで、絶大な利益になるんじゃないかなと思いますね。今まで散々株価どんどんアップ上がってきたけど、もう一段階また上がるとすればこの医療分野だと思います。とんでもなく伸びる可能性あるんじゃないですかね。時期的にはね、どうなんだろうね。とにかくクリスマス商戦に合わせてこれやってきたから、狙ってたとしたらこのマッシュもやばいよねねえ、いや、狙ってはないんだろうね。たまたまだと思うんだけれども。どうなんだろうね。
まあでも人の相手の嫌がることをするっていうのはね、交渉の第一歩だから、まあすごいいいなと思いますね。まあアメリカの文化というか少しね、まあ我々のいるところとはちょっと違うような世界な感じしますけど、まあそういうしたたかさもね、向こうでは大事だっていうことですよね。ということで、まあアップルにとってはね、せっかくなんかいい感じで年当てたいなっていうところやってるけど、まあクリスマスっていうとね、なんかやっぱり物を売れるし、ハッピーなニュースで終わりたかったけども、ちょっと嫌な感じになったかなっていう とこじゃないかなと思いますね。まあ、アップルはね、来年は結構早ければ2月ぐらいにあれが来ますから、あれ。メガネね。2月って言ったら2ヶ月後やね。2ヶ月後にあれ来るんですか？すごいですね。果たしてメタはどうなってしまうのか。あれが来ると、まあちょっとまた、どうなんだろうな。固定はしないのかな。いやでも固定はしないけど大成功はまず絶対ないやほとんどの人いらんし、まだドル高やったとしても向こうでもアップルのプラットフォームでもっとそのゲームのねソフトが充実してやから、まあ日本のねゲームタイトルどんどん今呼び寄せてるけども、これガンガン入ってきてくれてたら、まあめちゃくちゃまあ普及する可能性もあるんですけど、まだそこも少ないから、そんななんか爆発的なんで、ビッグウェーブにはならんことは間違いないです。ビッグウェーブにはならんでしょう。ということで、まあどうなるんですかね。ということで、まあ今日のこの訴訟問題、Apple Watch 販売停止について、ちょっと感想を述べてみました。普段僕ビール飲んでるんですけど、なんか焼酎もらったから飲んでます。薩摩なんとか美人。芋焼酎なんから。僕今まで焼酎飲んだら、なんか毎回気分悪なってたから控えてたんですけど、いただいて飲んだら美味しいなと思って、意外と美味しいんですね。なんかこっちの方が酔いやすいから洋酒にウイスキーとかにしてたんですけども、なんかこっちのね焼酎の方が飲みやすいなと思いました。結構あの水と割って飲んでるんですけども 25% やけども、なんか度数高い状態の割り方にしても結構飲みやすいですね、焼酎って。さつまいも国産米麹、芋焼酎ということで美味しかったですね。今度そば飲んでみようかな。ちょっと焼酎あまりにも飲ますぎて、何が美味しいか何が美味しくないか、ちょっとわからん状態なんですけど。まあでも年末年始、ちょっとどうせ酒いっぱい飲むやろうし、なんか焼酎ちょっとチャレンジしてみようかなっていう感じです。はい。ということで、飲みすぎないように年越しましょう。以上です。また次の動画で。